村木判決と同じこの、証拠改ざん、これを裁判官も一緒になって同調してやっちゃったようですよ。一緒に付き添ってた検事に僕は言いましたけど、あと女の検事の人はしーとしは下向いていきましたけどね、やっちゃいけないことを検察庁がやってるというこれは証拠ですよ、本当に。それを裁判官が一緒に結託してやっちゃったと。検察庁、大阪地検特捜のやってはいけない改ざんを、大阪高裁が、高裁の裁判長、西田さんが一緒に仲間としてやっちゃったという、そういう重要なことがある。司法改革してほしいです。一審でもそうだったんですが、弁護士と検察と裁判官が全くグルになってるっていうことは、私も肌で感じてましたけど、私が何を言っても、もう全部却下、却下なので、もう言うのももう疲れてしまったかなと思ったぐらいだったんですけど、今日の裁判、石田裁判官の、なんてたら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 2時間読んで、同じことばっかり繰り返し読んで、私がさも有罪なんだということを強調しているかのように、私は本当に聞こえて、もうなんか、でもお父さんが時折、裁判官はもう狂ってるっていうようなことを言うもんで、私は法廷中ですから、お父さんって、お父さん、止めたのではなくて、お父さん、絶対勝てるから、絶対この裁判勝つから、もう今は辛抱してねっていうことをお父さんに言ったわけです。私は、本当に冤罪が多いと思います。この日本の国、かわいそうです。私も300日、拘置所におりますと、拘置所の中にいる方々の様子など、やっぱり、なんとなく肌で感じてきまして、ああ、どっちが悪いんか、もう受刑者の方の方がいいような気がしました。私もこの年になって、本当に、なんていうんですか、やっぱり若い人たちが、ああいう、その司法の中でもうこう取り囲まれると、もう反論の余地もない、ただ薬をいただいて、もうほとんどと言っていい人が、全員と言っていいほど若い人たちが薬漬けです。朝昼晩と薬ください、薬くださいって、私は拘置所の中であれどれだけの薬が出しているのか、もう統計見してほしいなと思ったぐらいです。私はこの司法改革本当に急がれると本当に思いました。私本当にぼったくり発言のことをずっとずっと言われて、だから有罪だって言われました。あれは全く村木厚子さんの通り改ざんです。それで私は財務局に行くときに、理事の方々、弁護士の方々とお二人4人でいつも行ってました。で全部何を言っても通らない。その時にこの一人の先生が、あいつはぼったくりおってって言ったんです。でそのぼったくりおってって言ったことを私も先生言いましたよねって最近も聞きました、確認しました。でそれも本当に私がこのサステナブルでぼったくってこいって言った言葉に改ざんしてありました。でこれすり替えてあったいうことは専門家に出してちょっと高い費用かかりましたけど、それでもやっぱり出してよかったなって思いました。でもそれは一切封印されました。私本当にこの日本の司法改革本当に急いでやっていただきたいです。こんな頼りない裁判官ばっかりいたら本当になんかこう罪を犯してなんかなんていうんですか、こんなんこう私もまさかこういう手法だとは思いませんでしたけど、たくさんの被害者たくさんおられると思いますので、こういう被害を受けられた方々がどんどん声を上げられるような、この記者会見を通してそういう機会をの与えられたら、本当に私はお役に立てるんじゃないかなって思いました。こんなひどいことないです。それに今日西田裁判官が休園なのにっておっしゃいました。休園ではありません。休園ではないのに西田裁判官は休園だということで判決理由を述べられてましたけど、
これも大きな間違いです。解体ですもんね、はい、解体されてます、はい、建物、はい、なくなってる、はい、でつい最近なんですけれども、どうせ言ってもなと思って私の YouTube でも言わなかったんですけれども、警察の方からそれぞれの先生のところに封書が来ました。そして何人ですか？あ、いや、私も何人ですか、はい、20人以上の、あの方が全部不起訴で、あの却下でした。あ、こんなんありえないと思いますなんで一般民間には厳しくて、そして仲間内ではこんな許し合ってる、あのこんなんあっていいんかなと思います。検察の人が、私が300日拘留中も、あの書記官の方が、トイレで猥褻罪を起こされました。でそれなのにもう今事務官に戻ってられますよね。本当に改ざんしても弁護士がまた復帰するっていうのは、そんなんだったら人道的に何もな、なんか、なんか人道的にも良くないし、これからの若い人たちに本当に良くないと思います。もうしっかりと、もうこの今の西田裁判官のようなことがあってはいけないと思うので、司法改革していただきたいと、声を大にして申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。あの一つだけ僕は付き合いさせていただきたいなと思ったのは、赤木さんの事件ありますけど、あれって赤木さんってあの近畿財務局の職員でしたよね。そして改ざんの現場に立ち会ってた人なんですよ。でその方に対しては、裁判所も、そしてあの国の方も割に何て言うんですかね、あの身内意識で対応してきたと思います。ところが我々森友学園の人間たちにはですね、すごく何て言うんですかね、あの官さん、あ、官民、いやいや官民じゃない、あの官民尊卑というのがあるんでしょうかね、官尊民卑のような扱いをしていると思います。なんでって、あの何回も言いたくないけど、赤木さんも改ざんしたんじゃないのって、いやそれ言わされて改ざんしたんだけど、でもそれによって今の我々がいるんだということを考えていくと、あまりあの赤木さんのことばかりをちやほやせんといていただきたいと思います。私たちは家内が今あの実刑に遭うわけです。私も実刑に遭うんです。遭うわけです。本当にそういうことですよね。それは死ぬよりも辛い罪なんですよ、我々教育者にとって。そういうことを考えてみると、やはりその辺のところっていうのは、あのよくよく皆さん方もあのちょっと認識して、あの記事にしていただけたらいいと僕はすごく思います。質問します。質問があれば。